お、映えスポット。あ、いた。で。よいしょ。あ、立てない。よっ。さっきの道、俺登ってる？もうここまで来ちゃったら降りちゃったらいい？もう俺は考えることをやめた。スカやないかい。杖にしようと思ったのに。撮ってるの？撮ってますよ。この苦しい球を。どう？え？行きますよ。足動かない。すごいな。なんと
いやいやいや、はい、今から行く感じですか。でもあ、もうちょっと今回ってきて今から帰ろうとしてる。あ、そうなんですね。はい、自走なのに。あ、そうですね。すごいね。てかファットチャンネルさんに会うとは。いやいやいや、で秩父の方なんか中心にやられてるんですか。いや、中心っていうことはないよ。あ、そうなんです。いろいろ。ただその長瀞のそのなんだブレスっていう、はいはい、あのなんだろう、そういうガイドツアー。あ、ガイドツアーなんですか。で、まあ何度か行ったりとか。まさかのまさかのいや、まさか俺今来た時にあれ黄色いマウンテン誰だと思ってちょなんだろう、黄色だからサーリーだと思って空手っぽいけど空手だなと思って大 なんとなく9割ぐらいは下心さんだなってまさかのでこうやって顔映っちゃっても大丈夫ですか。あ、僕全然平気ですよ。はい、これサーリーなんですよ、タイヤも。そうですね、タイヤはサルサの、あ、サーリーからサルサ、そうですね。やばい、リムがなんかすごいな。リムでもこれリムは純正なんですよ。あ、そうなんですか。はい、ノーマルで解読で色を別に、ね、後から塗るとか、ね、そうですね。しかも26インチなんですよ。26ですね。なんかでかいね、やっぱファットは大体26か。あ、そうなんですか。26か27.5。外径で比べたら29と同じぐらい。あ、そうなんですね。厚みがあって、ただその 7.5 にすることによって、うん、タイヤのゴムの量が少なくて済むから。あ、なるほど。ちょっとその分軽くなるっていう。ちょっと紹介させてもらってもいいですか。あ、全然全然全然。ファットチャンネルさんに会いましたみたいな。あ、僕もじゃあやりますんで。まさか。嬉しいな、まさか。初めてですよね。あ、やってんすかみたいな。あ、まさかのみたいな。いや、嬉しいな。いや、こちらこそこちらこそ。初めて俺もこういう感じで会いましたね。はい、なんか高本さんから声かけた。おー、すごい。よくわかりましたね。いや、もう分かったんだけど、いつ言おうかな。いや、言わないで、ここは通り過ぎた方がいいかな。でも一応な、一応ほら朝から会うんじゃねえかなってずっと思ってたから。あ、本当ですか。多分今日もしかしているんじゃないかな。いや、本当すいません、いきなりありがとうございます。また何か、そうですね、はい、長い付き合いにお疲れ様です。またよろしく、気をつけて。はい、すごい重さですね。